させ、TikTok 禁止とその本質、後半もやっていこうか。一応、前半のおさらいもしておいた方がいいんじゃない？そうだな。後半から見た人もいるだろうし。確か、前回やった話は、アメリカ大統領が TikTok を禁止すると言い出し、一部ではもう反発があったとかなかったとか。他にも、TikTok を使った演説予約の妨害が起こり、みんなで予約だけしていかないってやり方よね。そうだ。これによって会場はガラガラになったとか。ここまで来るとモラルの問題になりそうだけど。まあ TikTok とは別に、中組メーカーのファーワラワラウェイなども排除の対象になる。外部からあれこれ怪しいことできそうなものを仕込んでいたのよね。認証なしでその機器、端末に侵入できるバックドアってやつだな。最初から不正侵入前提に作るって、認証破ったわけじゃないからセーフって言い出しそうだな。ただ、アメリカはバックドアについて詳細を明かしていない。まあ証拠は掴んでるという話だが。そして、このファーワラワラウェイ以外にも、ZTE、監視カメラのハイクビジョン、ダーファ、テクノロジー、特定用途無線大手のハイテラ、この警護者も排除に動いてる。監視カメラへの不正アクセスはさすがに怖いわね。本当にやってるかはまだわからんが。他には、インドも似たような排除をしてるのよね。インドは59もの中部にアプリの禁止を表明。このアプリからいろいろ情報が抜かれて国外に送信されてたって言ってたわね。インド側はな。最近ではさっき挙げた5社も排除の対象に追加されたとか。これ以外に、インドネシアのニュースでは、TikTok も情報の抜き取りと検閲がされてると指摘。もうアプリ中監視まみれや。おまけに付け足すと、中組版 LINE と言われる WeChat。この WeChat は中組の企業、テンセントが開発したとされるが、このテンセントが、LINE と提携。日本でほぼ普及しきってる LINE とねー。あ、そうだ。言うまでもなく、WeChat も当局に監視されてるぜ。なんでそこまで情報の抜き取りと監視に躍起になってるのよ。それがかの国のやり方なんだよ。まあ、前半のおさらいはこんなもんだろう。それで、前半の最後に出てきた国防動員法と国家情報法ってやつは何なの？今回の動画の本題さ。これを知ったら、今やってる中組アプリや製品排除の騒ぎ、トランプ大統領は横暴だとか、こんなのほんとしょうもない話と思うぜ。さて、いい加減本題に入ろうか。センセンシャル悪しろください。じゃあ、まずは国防動員法から。ウィキペディア、国防動員法。国防動員法は、2010年から施行された半ばな人民共和国の法律。10年前に作られた法律なのね。一気に飛ばして、重要な内容、中部に国内で有事が発生した際に、全国人民代表大会常務委員会の決定のもと、動員令が発令される。国防義務の対象者は、18歳から60歳の男性と18歳から55歳の女性。国務院、中央軍事委員会が動員工作を指導する。個人や組織が持つ物資や生産設備は必要に応じて強要される。一応補足。強要、国家が国民を呼び出して強制的に一定の仕事に就かせること。または、物品を強制的に取り立てること。拒否はできないの、大抵罰則がある。あ、はい。有事の際は、交通、金融、マスコミ、医療機関は必要に応じて政府や軍が管理する。また、中組国内に進出している外資系企業もその対象となる。は、外国の企業も、外資だよ。国防の義務を履行せず、また拒否する者は、罰金または、刑事責任に問われることもある。とりあえずここまで。つまり、有事の際は、国が国民に対して強権を発動できるってこと。あと、ここに書かれていない内容をニコニコが補足してるからおまけに。ニコニコわらわら、まあわかりやすいからな。国防動員法とは、半ばな人民共和国で2010年7月1日から施行された法律である。内容を簡単に言えば、中組国内で戦争や武力衝突が発生した際に、金融機関や陸海空の交通輸送手段、港湾施設、報道やインターネット、医療機関、郵便、建設、貿易、食料などの民間資源をすべて政府の管理下に置くことができる、というもの。大体同じ内容ね。じゃあ、ウィキペディアとは違う部分を引用するか。国防義務の対象者は、18歳から60歳の男性、18歳から55歳の女性で、同じじゃない？中組国外に住む中国人も対象となる。ちょいと飛ばして。原則として国外にいる中組人にも適用されるこの法律。そうなると、現在日本にいる大量の中組人は、有事の際に中組軍に動員され、日本にいながらにして破壊活動や軍事活動を開始する要因となる可能性がある。さらに、この法律は中組に展開する外資系企業も対象になるため、現在中組に進出している日系企業は、中組軍の意思で全ての財産や最先端技術なども没収されることになる。これほどの法律にもかかわらず、このことを報じるマスコミは現在、産経新聞だけである。以上。これって、結構やばくね。そうだな。
まあ、有事の際はどの国も同じようなことをするだろうが。だろうが。まあ、その辺はおいおい。にしても、この話を報じたのは産経新聞だけって、この記事が編集された時点での話だと思いたいな。ことのついでだ。この記事も引用するか。2015年9月4日、産経ニュース。中部に、国防動員法の恐怖。有事、認定で進出企業の人、物、金を根こそぎ、駐在員と家族は人質に、より一部引用。中部に政府がひとたび有事だ、と判断すれば対中進出している日系企業も含めて、中部にのあらゆる組織の人、金、物の徴用が合法化され、戦時統制下に置かれる懸念があることにもっと関心を払うべきだ。マレーシアを拠点に日系企業向けコンサルティング業務を手掛ける、エリス、アジア事務所の立花聡代表は厳しい表情で警告を続けた。名前は似てるが、某Nの国の党とは別人だぜ。そんなことより、有事だ、と判断したらって、ああ。そこが怖いところだ。少々飛ばして引用再開。立花氏は、適用の、可能性は低いだろうが法律として存在する以上、日本にとっても、不確定要素となる、と指摘した。有事の定義はやや曖昧ながら、仮に東シナ海や南シナ海などで偶発的な衝突が起きた場合、中組が有事と考えれば一方的に適用可能だ。じゃあ、尖閣も有事扱いしたら、重役。ここで結構重要なポイントが出てくる。予備役要員は中組国籍の男性18から60歳、女性18から55歳が対象。有事の際、戦地に送られるというよりは、兵站などの後方支援や、中組の敵国に関する情報収集任務が与えられる可能性がある。なんか、嫌なものが頭をよぎったんだけど。まあ引用を続けるぜ。さっきまでの引用と被ってる部分を飛ばして。社内情報などが全て軍当局に伝えられても阻止する術はない。しかも中組国内だけではなく、日本など海外滞在中でも中組国籍保持者は、国防勤務を担う義務がある。人が大問題になる。ここまで。これも、さっきのニコニコの話で指摘されてたわね。そうだ。これは、義務、なんだよ。2010年に法律として成立。まあ引用はこのあたりにして、他に重要な部分はなかったの。金から何から全部むしり取られる危険性があると書かれてたな。まあ、法律上 OK なんだものね。ああ。繰り返すが、これは法によって定められた、義務、なんだ。当然、従わなければただじゃ済まない。でも、これって有事の時の話でしょ。そうだ。なら、普段はそこまで気にしなくてもいいんじゃね。別に今すぐドンパチやるってわけでもないし、と思うのが日本人の発想なんだよ。え、こっちが何もしてないから、相手も何もしてこない。有事イコール武力衝突、ドンパチ。その発想自体が落とし穴なんだよ。2020年4月21日、JB プレス、マスク不足が証明した中組の非人道性と国防動員法、外国企業の生産でも良品は徴収、不良品を輸出、援助に回す、より引用、は。筆者は3年前、JB プレスに記事を投稿し、在中組日本企業の多くは中組共産党の統制監督下に置かれていることを指摘した。その際、在中組の日本企業が中組で生産した物資が、非常時には中組の国防動員法によって徴用されることを明らかにした。そして、中組進出企業のみならず、日本政府もその危うさに対する対策が必要であるという警鐘を鳴らした。今その指摘が、日本で必要なマスクが手に入らない、という切迫した問題となって現れているのである。あれ、マスクが手に入らなかったのは、特需と転売ヤーが理由じゃ。それだけじゃないって話だな。J キャストテレビウォッチ2020年3月6日によると、新型コロナウイルスによるマスク不足の原因の一つは、中組で製造した日本メーカーの製品が輸入できなくなっていることだ。え、作ったのに輸入できない？同記事の中で、マスク販売会社、ファーストレイトの長谷川智彦社長は、同社の中組の工場にはマスクが山積みになっているが、2020年1月25日以降、出荷制限がかけられ、残念ながら出荷できないのが現状です、と明かした。同社の工場前には、弊社が生産するマスクは国家応急備蓄物資に含まれるため、輸出をお断りしております、と書かれた赤い看板が立てられ、周囲を警察官が見張っている。別のマスク輸入会社も、中組で生産した分は全て接収されたという。ここまで。わかったか。国防動員法ってのは、こういった使い方もできるんだぜ。ドンパチだけが有事じゃない？ああ。マスクに関しては、アメリカ国内のマスクを買い占めるよう指示が出されてたとか。国内外でも活動をする義務。マスク欲しかったらファーワラワラウェイと契約しろとか。使い物にならない粗悪なものを送りつけて、世界に貢献してるアピールとか。さっきの記事のタイトルにあった、不良品は援助、輸出、に回す。
すでに汚染されてる検査キットを売りつけたとか、ほんとめちゃくちゃにやってるぜ。あ、もうめちゃくちゃだよ。そんなめちゃくちゃなことでも、ちゃんと法に則って、実行してるんだぜ。そのためのアリバイ作りとして作ったのが、さあな。その理由付けとして作った法律だとしたら、相当お粗末と言われてる。どうして？その理由はこの後わかる。もったいつけるわね。しかし、マスク絡みでもそんなことになってるなんて。そうだな。せっかくだし、一緒に面白い話を紹介するか、あくまでとある話、として聞いてくれな。2015年6月5日、アメブロ。アメブロってわらわら、プロフィール、ケント、ギルバード。うん、ケントさん。ああ。PRC の国防動員法をご存知ですか？2カ国語。より一部抜粋。最初は今まで話した内容だからご割愛。ちなみに PRC は中国のことだぜ。あいよ。私が無意味に不安を煽っていると思われた方もいると思います。最近、私が全て証拠に基づいて書いている話を、陰謀論、などと言い出す人も出てきました。極めて残念なことに、これは根拠や証拠のない陰謀論、ではありません。PRC はこの、国防動員法に基づく動員命令の予行演習を、2008年4月に長野県で実施済みなのです。は。この時は、4000人の中国人留学生が長野に動員されたと言われています。簡単に書くと、北京オリンピックの聖火リレーの際、長野県の善光寺に協力を仰いだところ、仏教徒であるチベット人民を弾圧する PRC に協力はできないと善光寺が断り、さらにチベット支援者が長野に集結することになったので、PRC も中国人留学生を動員して、この運動を邪魔しようとしたわけです。外出先から家に帰ると、自分の部屋の中に最寄り駅から長野まで往復の切符と動員の指示書、そして大きな御成功旗、PRC 国旗が置いてあったと証言した中国人留学生もいるようです。切符の手配まで。これらの写真や動画を見れば、私が日本人の不安を煽っているのではなく、PRC による日本侵略が、とっくの昔に始まっている事実がわかるはずです。それに危機感を持たない日本人が多いことに、焦燥感を覚えています。日本の大手マスコミはこれをほとんど報じなかったので、知っている人は今でも少数派です。以上。気になる人は、ぜひご本人のブログを見てくれな。本国から動員の指示、という話だな。ここでは書かれてないが、相当な暴力沙汰もあったとか、当時の総理や大臣の意向で逮捕もできなかったとか。おい、誰やその総理と大臣って。聞いた話では、当時の総理は福田氏、大臣は創価創価の政党の人らしい。あ、察し。まあこんな感じで、国内外問わず、自国民に命令が出せるって話だ。何気ない小競り合いも本国が指示。他にも、最近アメリカで起こった暴動、アンチ、は、だっけ？あれの中にも、本国からの命を受けた者が相当数いたとか。日本で実行可能ならアメリカでも、付け足すと、世界中でもな。お国の命令で国内の人も物も全部支配下に置ける。おまけに国外の人間も動かせる。それが、国防動員法、ね、ああ。さて、国防動員法について一段落したし、ここで二つ目の本題に入ろうか。二つ目って確か、そうだよ。国家情報法。それってどんな法律なの？簡単にご紹介しよう。2017年6月28日、ロイター。中国国家情報法案を採択。国内外での情報活動など規定。うわぁ、ここ、国内外での情報活動。中国の全国人民代表大会、全人代、国会に相当、の常務委員会は27日、国家情報法案を採択したと発表した。28日から施行される。新たな国家情報法では、中国内外での情報活動や、国家安全保障を脅かす海外グループや個人に対する調査の必要性が定められた。また当局は国家安全保障を守るために、国内外の個人及び団体を監視、調査する法的根拠を得ることになる。続いて産経ニュース。同じく2017年6月28日、中国が国家情報法を施行、国内外の組織、個人対象化、より一部引用。中国で28日、国家の安全強化のため、国内外の情報工作活動に法的根拠を与える国家情報法が施行された。重役、国家主権の維持や領土保全などのため、国内外の組織や個人などを対象に情報収集を強める狙いとみられる。国家情報法は工作員に条件付きで立ち入り制限区域や場所に入ることなどを認めたほか、組織や市民にも必要な協力を義務付けた。ここまで。お、大っぴらにスパイ活動しますって。そうだよ。国が情報活動しろと言ったら従わないといけない。これは義務だ。
国内外問わず、な。じゃあ、ファーウェイが排除されたのって？2018年12月20日、日本経済新聞。中部に国家情報法、米に衝撃、より一部引用。米国政府、議会が、中部の通信大手、ニセハナ技術、ファーウェイ、など5社の製品への警戒を強めている。米国の最新技術を盗み取って軍備増強に利用する中国の動きが新たな段階に入り、このままでは米軍の優位が失われることへの米国の焦燥感が背景にはある。短いがここまで。つまり、今騒いでる TikTok とかって、大統領が恥をかかされたとか、そんなくだらない理由じゃなくて、そうだよ。2020年8月12日、Yahoo ニュース、共同。TikTok、無断で情報収集か、Google スマホの識別番号、より一部引用。ベースボールストリート、ジャーナル電子版は11日、中部に軽動画投稿アプリ、TikTok が、米 Google の基本ソフト、OS、搭載のスマートフォンの、識別番号を収集し、利用者の情報を追跡できるようにしていたと報じた。利用者に無断で収集していたとみられ、Google の規約に違反した可能性があるとしている。TikTok は昨年11月、識別番号の収集を停止した。以上。停止した。それまでやってたって認めてるようなもんじゃない？まさか。これも国家情報法なの。さあな。ただ、明らかに怪しい動きをしてるのは確かだ。そもそも、このアプリが真っ当な方法で世界的に普及したかも怪しい。じゃあ、もしかしたら、世界中の情報を抜き取るために、何らかの工作をしてアプリを世界的に普及させた。そこまで行くと陰謀論っぽくなるが。何しろ、関わってる国が国だからな。さあ、わらわらウェイ自体も国がバックアップしてるという話もあったし。世界中の個人情報を入手、監視するために、国を挙げて製品の普及を、個人情報どころじゃないぜ。え？今名前を挙げたファーウェイ。ファーわらわらウェイは、格安端末として世界的に普及したが、それ以外に、通信インフラにも手を広げている。あれ、あの会社って確か、バックドアがどうとかって、そうだ。じゃあ、そこの携帯端末を使ったらやばい。いや、それ以上に恐ろしいのが、通信インフラ、だ。通信インフラ、ああ。ファーウェイは第5世代移動通信システム。いわゆる 5G、これにも手を出してる。そして、ファーウェイは、この 5G を世界中に売り込もうとしてる。もちろん、日本にもな。あれ、それってつまり、そうだよ。ファーわらわらウェイが仮にバックドアを仕込んでいたら、全世界の通信が中国に丸見え、知らない間に、な。そうやって、平時は有益そうな情報を集め、監視し、ことが起こったら、そうだ。仮に、世界中の通信インフラを牛耳ってた場合、情報収集だけでなく、ことが起こったら、その国の通信自体を止めてやればいい。ネットが使用不能、ああ。電話一つ繋がらなくなっただけで大パニックになるんだ。ネットが使用不能になったら個人、企業、経済、どれもタダでは済まないだろう。じゃあ、それらの目的のために、企業の皮をかぶって、着々と世界に進出を、あくまで可能性としてな。でも、それを行う法的根拠として作られたのが、そうだ。それが、国家情報法、だ。国内外で情報活動、当然、従わない場合は罰則があるだろう。たとえ国外にいたとしても、国防動員法と国家情報法がある以上、企業も個人も逆らえない。逆らったら本国から何をされるか分かったもんじゃない？ああ。まあ、国籍持ってるだけで、他の国と完全に縁が切れてる人なら害は及ばないかもしれないが、家族が本国にいたり、資産がある人は、おそらく逆らえないだろうな。とまあ、こんな感じで、外国の製品、アプリなのに、なくてはならない、または完全に普及してしまうというのは、思ってる以上に怖いことなんだぜ。特に、自国に敵意を持ってる国のものだったりすると、な、ライン。しかし、世界中を監視しようとする国ってことは、中国国内の監視はもっとすごいの。そうだな、そのユートピア具合を、ちょいとウィキペディアさんから引用するか。2017年6月、全人代は、国内外の個人と組織の監視調査を正当化する国家情報法を成立させた。2010年から中国では治安維持費が国防費を上回る規模で投じられており、国家規模では世界に先駆けて治安対策への人工知能 AI の本格的利用も表明し、AI にネット検閲や刑務所の囚人から横断歩道の歩行者の監視まで行わせ、ただの歩行者を、企業や軍で働く人間の脳波と感情を、ヘルメットや帽子などのセンサーから AI で監視するシステムを政府は支援し、人間の脳の動きまで監視、警察は顔認証を行う AI と連動したサングラス型スマートグラスと、ロボットで群衆を監視するようになり、国営放送の中国中央電視台 CCTV では、州の功績として、世界最大の1億台を超える AI 監視カメラで構築された天網が称賛され、
社会信用システムと州の思想を学ぶクイズアプリで中組国民をランク付けし、州政権は黒鍵と呼ばれるハイテクを駆使して、国内のより高度な管理社会、監視社会化を推し進めた。海外メディアは、上層設計、と中組共産党で呼ばれているこの州政権の政策を、デジタル権威主義、デジタル独裁、デジタル警察国家、デジタル全体主義、デジタル、黎民主義、と評し、その技術を世界各国に輸出して中組のように人権抑圧に利用される可能性も懸念された。マジモンのディストピアじゃねえか。そうだよ。よく。どこの国でもやってる。アメリカも日本もやってる。Google も iPhone も情報を集めてる。こういった、どっちもどっち論、が出てくるが、今引用した、ガチの監視社会。国民は信用ならない監視対象でしかない。こんなことをマジでやってる国。国民を監視下に置き、世界のトップに立って、世界の実権を握るのを目的としてる国。今も世界各国と摩擦を起こしてる国。世界中の領土に手を出してくる国。こんな国に情報を支配されるのと、アメリカなど他の国に監視されるの。どっちだい？もちろん、どっちも嫌だは通用しないぜ。ネットワーク、コンピューターと絶縁しない限り、な。でも、TikTok に限れば、情報を抜かれて監視されてるぐらいでしょ。別に個人なら大した情報を持ってないし、個人の情報を抜かれるだけで完結すればいいんだけどな。うん、どういうこと？パソコンにしても携帯にしてもアプリにしても、アップデート、ってあるだろ。まあそれぐらいし。まさか。アップデートってシステムを追加したり書き換えたりするよな。それって外部からネットを通じてくるものだよな。結構、確認なしって、アップデートが勝手に始まったりするよな。そのアップデートの中に、おかしなもの、が入り込んでいたら、どうする？今現在何もなくても、国防動員法、国家情報法が発令したら、いや、たとえ表向き発令しなくても、後からでも、おかしなもの、が入れられる。可能性としては十分考えられるだろう。何しろ、有事、だからな。自分の情報が抜かれるどころじゃなく、自分自身の端末が、工作活動に加担してしまう。もちろん、本人の知らないところで、な。自分が情報活動に利用されてしまう、可能性の話だけをするとな。でも、もし、有事とか宣言もなくそんなことされたらわからないじゃない？そうだよ。そこが、中組、のミスだったんだよ。こんなもの、黙って裏で実行してればよかったのに。国防動員法、国家情報法。これを、大っぴらに制定してしまった。なんでそんなことをしたのよ、それだよ、どれよ。ことが起こったら、国内外問わず動員、情報活動させますよ。これを世界に向けて宣言してしまったんだよ。でだな。このヤバい方を作ったところの製品を、わざわざこれからも使おうと思うか、新しく買って導入しようと思うか。いや、さすがに。じゃあ、今回のアプリ禁止云々の話って、わかったか。これらの法律は結構前に制定されたものだ。当然、この法律を知った側も黙って使い続けるわけない。そりゃ、放置して使い続けるなんて危なくてしょうがないわ。その排除の一環として始まったことが、TikTok とファーウェイ他4社、そうだ。このアプリが危ないだとか、この製品が怪しいとか、演説で恥をかかされたとか、そんな枝葉の話じゃない。大元となってる国家がヤバい法律を作ったんだ。だから排除され始めてる。じゃあ、その法律を作りさえしなければ、今でも世界で広がり続けていただろう。ほんと間抜けなことをしたのね。世界にとってはいいことだがな。まあ、こんな平和とは対極にいる国が覇権を握るのは、平和な日常の終わりに等しい。だからこそ、中組を牽制するトランプ大統領の存在はありがたく。邪魔な存在なんだよ。中組からしたら、この大統領は自分たちの目的達成の邪魔だろ。そうね。こんな大統領いない方がいいだろ。失脚した方が都合がいいだろ。まあ。こんな大統領。次の選挙で落ちるといいだろ。いろんな。米左翼メディアが垂れ流すトランプのネガキャンに騙されるな。より一部引用。中身は古いが重要なことが書かれてる。ヒラリー・クリントン氏の健康不安問題により、ドナルド・トランプ氏が米国大統領になる可能性が急激に高まっている。選挙は水物であり、まだ1ヶ月以上を残しているため、どちらが大統領になるのかわからない状態ではあるが。日本のメディアや有識者などでは、それを懸念する声も大きい。では、なぜこのような懸念が生まれているのか考えてみたい。トランプさんの当選がどうして懸念になるのかしら？世界各国、基本的にリベラルな思想を持つメディアが多く、これは米国も同様である。また、米国では、日本の放送法における公平性規定がなく、各社支持、政党支持候補を明確にした報道が行われている。
衛星放送で手軽に見ることができ、日本語同時放送を行っていることもあり、日本でよく引用される CNN などは左派リベラルメディアの典型であり、放送内容に関して限りなく歪んでいると言わざるを得ない。なぜならば、政治ニュースのほとんどがトランプ批判であり、トランプへのネガティブキャンペーンの代表格的なメディアであるからだ。あれ？確か、日本で流れるアメリカのニュースって、大抵 CNN の情報だったとか。また、共和党寄りとされる FOX なども、トランプ氏は共和党主流派の候補ではなく、主義主張で異なる部分が大きいため、好意的な報道が少ないのである。つまり、既存メディアのどれを引用しても間引きしても、トランプに不利な情報ばかりになってしまうのである。ここに世論とマスメディアの大きな乖離が見られるわけだ。その乖離を象徴するのが、隠れトランプ支持者。そうでなければ、トランプ氏が国民の大きな支持を受け大統領候補に選ばれることなどなかったわけである。長くなるからここまで。つまり、トランプ大統領がとんでもない暴れる君に見えるのって、トランプ大統領が大嫌いなメディアによる印象操作。まあ、それなりに誇張はされてるだろう。それより問題は、あん？その印象操作された人物像が、日本でも大々的に報道されてることだ。もちろん NHK でもな。トランプはとんでもないやつ？ソースは CNN。 CNN はトランプ氏が大嫌いの左派メディア。その情報がそのまま日本で。さて、ここで問題。いきなり何よ？今の記事では、メディアは左派系が多く、トランプ氏は随分叩かれてると書いてあったな。そうね。じゃあ、ここで一つ聞こうか。このトランプ叩き、が功を奏し、トランプ氏が落選したら、一番喜ぶのはどこの誰だと思う？自分らがやろうとしてることを邪魔してくる人間が失脚。それってつまり、そうだよ。これが本当の戦い方、ってやつだよ。まあ、このあたりは、サブチャンネルに投稿した、すでに手遅れ、気づけない脅威、を見てもらえばわかると思うぜ。狂言戦、ああ。一見、争い事と関係なさそうなことでも、自国を有利にする、または、相手国を不利にする道具として利用する。じゃあ、自分たちにとって不都合な大統領を、メディアを使って、印象操作をして、選挙で合法的に引きずり下ろそうと、私ならそうするぜ。戦わずして勝つ。こんないい方法ないだろ。ちな、この時の対抗馬のヒラリー氏は、中組と中組マネー付けだったなんて話も出てる。あ、その話の記事もあるが、これをやるとさらに長くなるからご割愛。え、あの人って、中組とお金を含めべったり、ヒラリー氏だけじゃないけどな。たまげたくないけどたまげたな。これは本当に怖いぜ。うん、怖い。あ、もし、中組に強硬姿勢を取る大統領を引きずり下ろし、完全中組寄りの人が大統領になったら、どうなると思う？いや、どうなるって？仮に、日本と中組が大きく揉めた際、親中派のアメリカ大統領が、本当に日本に味方すると思うか。いや、それは、まあ、これに関してはどの大統領も同じことが言えるかもしれないが、日本との関係より、中組との関係を優先する大統領だった場合、果たしてどうなるか。じゃあ、何かあったら日本側でなく、中組側についてしまう。あるいはノータッチ、見て見ぬふりか。そうなったら日本にとって破滅的なシナリオになる。何しろ、防衛、軍事含め、日本はアメリカに多くを依存してる。そのアメリカが中組サイドについてしまったら、考えただけで恐ろしいな。噂では、かの国はシリア関係の国連決議に、日本との揉め事に干渉しなければ協力してやるよ、なんて条件を出してきたとかなんとか。あ、なんでシリアの決議と日本とのトラブルが、だから言っただろ。なんだって利用するんだよ。マジで手段を選ばない？ああ。こんなヤバい国が隣にあり、この国は周辺国に手を出しまくってる。その上、合法的に他国のインフラや必需品にまで食い込もうとしてる。そして、邪魔をしてくるトップを引きずり下ろそうとメガ剣を、一部の噂ではな。トランプ氏がいなくなれば、かの国としては万々歳だろう。次の大統領が親中派ともなれば100点満点だ。アメリカすらも味方につけられる。こうやって勢力を拡大していくのさ。じゃあ、このままことが進んだら、日本もヤバい、すでにヤバいと思うけどな。そうなの。日本人は世界の出来事、政治に無関心になるよう教育されている。情報を扱うマスコミについては言うまでもない。最近の流れに逆行し、TikTok 特集や CM も出てくるありさまだ。金でも積まれたのかしら。おまけにスパイ防止法すらないから、外国のやりたい放題さ。どうしてこうなった？だから、こんな動画を出しても大して意味はないだろう。中組製品やアプリを使い続ける。中組製品は、何も端末や回線やアプリだけじゃない。日常にある、あらゆるものに中組製が入り込んでる。もう手遅れ。手遅れだからいいや。って言って済むほど優しい世界ならよかったんだがな。じゃあどうするのよ。今現在はどうしようもない。
ただ、今回の動画のような噂を覚えておいてもらえたら、私としては十分だと思ってる。警戒心だけは失ってはいけない。ああ。それに、こればっかりは日本にできることは限られてる。実際、かの国を叩き潰せるのはアメリカだけだろうしな。日本は完全に蚊帳の外ね。そんなことはないぜ。あん？できることはあまりないかもしれないが、やってはいけないことはそれなりにあるんだぜ。やってはいけないこと？蚊の国に利する行為だぜ。中国にとってメリットになってしまうこと？ああ。中国の味方をする、型を持つ。この辺は政治家を見ればわかるだろ。ニエフさん。そうだ。蚊の国が得をするような行為をしない。それで十分だと思うぜ。日本では、蚊の国のヤバさを全然報道しないが、あの国。いや、あの政府は本当にヤバいぜ。世界征服なんて、アニメやゲームの中だけの話と思うだろうが、それを、マジ、でやろうとしてる国が、本当にあるんだぜ。それを実現するための準備も着々と進めてる。もちろん、それを実現した先にあるものは、今の平和な日常とは真逆の世界だろう。完全監視、弾圧社会。この流れは、蚊の国がこれ以上力をつけることは、何としても止めないといけない。だからこそ、連中の策略にはまらないようにな。今、当たり前にある、普通の生活、を失わないために。さて、今回はこの辺にしようか。ダベンで短い動画はどこ行ったんでしょうかね。あ、そうだ。これを読め、って点からのお告げがあった。お前精神状態おかしいよ。第五人格。放置少女。アークナイツ。ドールズフロントライン。荒野行動。アズールレイン。うん、これってゲームアプリよね。ああ、そうだな。なんてことない。ただのゲームだよ。何の変哲もない。日常に、ごく普通にあるものだ。ゲーム、ただの娯楽だものね。どれも中組絡みのアプリと言われてる。え？いや、たかがゲームでしょ。そうだよな。でしょでしょ。考えすぎだよな。そうよ。別にゲームぐらいなら問題ないでしょ。だよな。たかがゲームだもんな。たかが、な。連中はその、たかが、という隙間から入り込んでくるんだよ。といった言いがかりをつけたところで、今回はおしまいだ。お。さて、この後はどうしようか。そういえば、この動画の画質、全然変わってなくね。そうだな。画質変更は根本的な設定から直さないといけなくなるから、このチャンネルでは画質変更しないかもしれない。まあ、どうせ画質関係ない動画。だなもね、ああ。他に話すことといったら何かあったかな。医者からヨシエみたいな笑顔で、陽性密検査。って結果渡された話は、今までは青鬼みたいな顔で話してたから、笑顔になった分、経過がいいんだろう。まあ、今回はあんまり話すことはないな。じゃあ、次回の予定は、いくつか候補はあるが、ここ最近、予定通りに作った試しがないから、予定は未定にしておくぜ。まあ何かしらは作るから、気長に待っていてくれ。とまあ、そんな感じで、今回はここまでだ。じゃあそろそろ締めね。ああ。それではここまでのご視聴。ありがとうございました。そういえば、前回、鍵を手に持ったまま鍵を探すタイプって言ってただろ。そんなこと言ったわね。この前、耳にイヤホンつけたままずっとイヤホン探してたぞ。しまいにはカーペットまでひっぺがしてたぜ。バカじゃねえの。